ここのメーカーさんがすごい好きで、うん、とかむちゃくちゃ楽しそうに喋ってくれて、うん、でその後終わって料理に下りてた北村くんがめちゃめちゃ料理うまいんですよ。でその料理のエピソードとかめちゃめちゃ全力でやってくれて、でこっちのボケとかもめちゃくちゃ笑ってくるから、めちゃめちゃいいロケ。途中から俺もバカリズムさんも2人に笑ってほしくていつもの倍ぐらいボケてる。かかっちゃった、はい、イケメンに笑ってほしい、ニコニコしてほしいぐらい。少なくとも俺はもう楽しくなっちゃって、こんな頑張ってやってくれる人たちがいるんだ、うん、で中身も間違いなくいい人、うん、いやもうあるんですよ。もう終わったら、うん、楽屋戻ったらなんか今日もちんけな芸人だったなって言ってるかもしれません。それは分かりませんよ。まあね、見れないからね。分かりませんけど、うん、少なくとも我々の目が届く範囲でもう完璧だったんですよ。